対する直子さんま組はさんまさんの坂井真明で受けて立ちます。顔はそっくりですが歌の方はどうか少し心配です。さよなら。すいません、ちょっとすいません、バンドさんすいません、ちょっと止めていただけますか。全然音が違う。いや、別に音が全然違う。バンドが舐めてんのか。ああ、直子ちゃん死んでしまった。一回練習だ。ちょっと音だけ、どの音ですか。すいませんね、ピアノさん、すいません、本当に。ダンダン、はい、さよなら。気を取り直して再挑戦、今度こそちゃんとスタートしたいところです。スパイダースのユニフォームバッチリ、さらば恋人。さよならと書いた手紙テーブルの上に置いたよ。いつも幸せに気づかないの二人だった。冷たい風に吹かれて夜明けの街を一人行く。さよなら。まだまだまだ。さよなら。ごめんなさい。待て。ちゃんと歌えよ、ちゃんと。のんきと見える人々が心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする。夏目漱石。何を言うと何にも悲しい音せえよ。夏目漱石、これダメ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やる気のない火事現場や。何してるの君勝手に。どういうことそれ。ちょっと久々に。あ、久々に前列で戻していただいた、はい、あ、今日は彼女がお休みなのか。いつもの、ね、もし彼女が来週帰ってきたら君はあっちに戻る。君どこ行くの。そしたらどこ行っちゃうんだろう。ハンディカメラ持ってたりして、ね、さあ今日のゲストは喜ぶでしょう。倖田來未さんです。いい、珍しく喜んでるね。私曲とかも携帯ハネとか歌います。倖田來未を聴くの。私聴くし踊りも踊ってますよ。倖田來未さんの曲だよ。踊ってそれで惹かれて失恋です。倖田來未の曲で腰振ってその男に、まあ、もう別れようって言うタイプだ。一人とかじゃないですもん。え、複数人。複数人倖田來未のせいで。ごめん。こ
これはまあ何回目かの出演なんですよね、この番組は、ね、はい、そうです。いつ来ても緊張します。なのにこの間フジテレビの番組の新年会に、ええ、あの妹と二人で電話してきて今からそっち行ってもええってわけわからない、ね、あの日私すごいテンションが下がっていて、それで妹にちょっともう励ましてくれと、いつも妹が励ましてくれるんですよ。でさんまさん連絡するとか全然知らなかった。知らなかったんだ。そうなんですよ。でさんまさん来たら元気になるだろうってことでご連絡してくれたみたいで、ほいで連絡があって今姉さんと新年会やったんですよね。そうそう、今番組の新年会や言ったらそっちにお姉ちゃんと行ってもいいってあかんやろ。さあ遠田久美さんを招いてこのテーマです。ではですね、ちょっとここで見てほしいなと思います。ああ、ではちょっと上の方を、それがお願いします。え、うわ、うわすごい、これはすごい、これすげえ、これ近づいていいの、上がっていいの、上がっていきましょう。わすごいな、これはもう一生こういうの見られへんから、これはすごいわ。これ生で見るのはないね。ああ、これちょっと面白いことをしてみたいと思います。ライトオフ、オフ、おお、これもっと照らしたら、これもっと聞いたら、これもう違う懐中電灯持ってきたら、ね、色のこれライトアップしたらすごい綺麗になるわ。そしたらもう一つのクリスマスここで行われそうやもん。これだけ綺麗だったら、きっと君はこんな愛を取りたいに、来る人はいないよ。そんなのだからお前一人で楽しめ、ここライトアップしてですね。笑ってるけど早く宝くの、よし、もうすぐ近くになります。よし、もうすぐ近くに宝物が、行きましょう。あの日、頭意外と最後に行く、どうぞ。いた、いた、おい、頭気ぃつけない、これ意外と低いでしょ。はい、そうや、はい、こっちです。どこ、どこ、あ、こっちお願いします。どこ、右の中どうか。あ、ここです。うわうわ、ちょっと待って、ここら辺ちょっと慎重に。何が、ちょっとごめん、まだ俺行ってねえし。説明始めようとしたけど俺まだ行ってねえかんね。ここでちょっと慎重に皆さん行動してください。慎重に行動してください。何、宝、例の宝が、ここか、はい、ここ、どこや、なんか宝の匂いというか、え、あ、すごい近づいて、あ、今もう焦点あったかもしれないです。宝、あ、これじゃない、これや、そうです、その玉じゃない、玉です、これか、これです。これ何、これ、これケーブパールっていうんですけど、ケーブパール、洞窟真珠。え、なんでこんな、こう動いたぞお前今、嘘つけ、マジマジな、実はこの上から雫が落ちてこのカップみたいなちっちゃいカップに入るんですね、うん、でこの真珠をコロコロ転がして、あ、何百年もかけてできるんですよ。はあ、いやこれだってちょうどいいことに2粒あるじゃないですか。仕込んで入れたんちゃうかお前。いつも通ってると大体2個しか入ってないんですよ。じゃあこれ1つずつやカップ、これは、ね、あのカップルには最適じゃないですか。最適だし、お前、あの俺は昔は言うたやろ、オパールこれで行って奥さんに、はいはい、指輪プレゼントしたっていうの、はい、だからこれ俺は一つマジで、俺はあのこういうのするの好きやから、これの指輪作ってあげたらマジですっごい喜びよくて、これ持って帰っていいの、これ持って帰っていいのか、え、大丈夫です、持って帰っちゃいけないんです。え、俺はあれ二つやっとここに来たよな、木村と、はい、明石家さんまが一つずつどうぞって言ったら誰もどうせ入ってけへんねやろ。まあそうですね、自分しか来ないです。だから王家しか来ないやろ。そうです、私しか来ない。お前がこれをもう見なければ、でも見ちゃったんですね。もう知ってる、ね、だからケービングの一番重要なことはですね、うん、洞窟の中に何も持ち込んでいけないし、うん、何も持ち出してはいけないという、
これが鉄則なんですね。はあ、全て石にしても閉鎖的やなこんだけ苦労して見に来たわ、くれへんよな。今回は心にしまって、うん、宝はあるものじゃないですよね。記憶に留めるものがやっぱり宝かなと思う。なるほど、実際に持ってるものに心に留めとくのが宝物だよって。そうです。帰ろうありがとう。